アジューソン、アンヘル・アブレウで、アルメーダ・ゴメスは、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。ポルトガルのボアビスタ所属。ポジションはミッドフィールダー。6歳から、マンチェスター・ユナイテッド FC のアカデミーに所属し、2017年にトップチーム昇格した。2017年5月21日、クリスタル・パレス FC 戦で、ウェイン・ルーニーとの交代途中出場でプロデビューを果たした。 16歳と263日でプレミアリーグデビューを果たし、ダンカン・エドワーズの最年少記録を更新した。またプレミアリーグでプレーした2000年代生まれ初の選手となった。2020年8月9日、ロス・クリール・メトロポールはフリーで2025年までの5年間契約でゴメスを獲得することを発表した。加入と同時に2020から21シーズンは、 プリメーラリーガのボアビスタ FC にレンタルすると発表された。イングランド代表として各年代でプレーした。1991フィーファワールドユース選手権で優勝した U-20 ポルトガル代表でプレーしたジルゴーメスを父に持ち、ポルトガル代表でプレーする何をいとこに持つ。ありがとうございます。